ジャンプのタイミングが甘い。玉尾先輩、本日のオーディション終了します。そんな、これがシークフェルトのトップの力ですか。思った以上のきらめきですね。私たちには立たなきゃいけない舞台があるの。まだ終わるわけには。語るべきは舞台の上でのみ。もう舞台の幕は降りた。そうそう、あなたもわかってるでしょ。ふみ、アキラ、ミチル、楽しみにしてたんですけど、少し拍子抜けですね。私、こう見えてもふみさんのこと結構気にしてたんですよね。もちろんしおりだって。お姉ちゃん、次回は青少音楽学園対シークフェルト音楽学院のレビューです。皆さん、トップスターを目指して歌って踊って奪い合ってくださいね。青少音楽学園、アキラさん、いよいよですね。器用なメイファン、私たちは常に頂点だ。2回目のレビューも終わったね。これで残る相手はシークフェルト音楽学院だけというわけですね。シークフェルトか、手強い相手ね。でもここまで来たら全力でやるしかないよね。当たり前どす。せやないとうちらの、何やったっけ。あれ、変やな。おい、カオル子、しっかりしろよ。寝ぼけてんのか。ちゃいます。けど思い出せへんのや。カオル子ちゃん、今あたしたちが必死に守ろうとしてる大事な戯曲だぞ。なんでだ。私も思い出せねえ。待って、私も、私の演じていた役、セリフ、どうして出てこないの。台本がボロボロになるまで何度も読んで練習したセリフなのに。みんなどうしちゃったの。これが物語が消えていくってことなの。思い出して、スターライトを。そうだよ、スターライトだ。みんなの中から消えていっちゃう、あの日々、あの時間が。大切な物語が思い出せなくなるのってこんなに怖いことだったんだ。一刻の猶予もありませんね。早く取り戻さないと、本当に消えちゃう。私たちのスターライト。エチュードの時間です。そんな、いきなり強制ですか。エチュードとは即興劇。何が起こるかはわからないものです。もう、ああ言えばこういうやつだな。歌い歌われ、踊り踊られ、エチュードの始まりです。カレン、行くわよ。うん、私たちのスターライトを消したりしない。カレン、レッスンするわよ。スターライト、星祭りのシーンから。え、何驚いてるの。ジュンジュンから誘ってくるなんて珍しいなって。ショックだったのよ。まさかスターライトのこと思い出せなくなるなんて。だから何があっても忘れないようにレッスンして、もっともっと深く刻み込むの、自分に。ジュンジュン。もちろん私も。ほな、うちも。私も。ビアンシュ、当然私もよ。もちろんです。そういえばみんなでレッスンするの久しぶりかも。
じゃあ着替えてレッスンルームに行きましょう。うん、行こう、ひかりちゃん。うん。よーし、くったくたになるまでレッスンするぞ。お腹が空いた時のためにバナナマフィンもたくさん持ってきたよ。あれ、先に誰かいる？あなたたちはシークフェルトの雪城アキラ。あ、皆さん、お邪魔してます。ちょっと、どういうことですか？どうしてあなたたちがここにいるんですか？今日って劇フェスの話し合いもないのに。ただの学校見学だよ。学校見学？聞いてないわよ、そんな話。その、学校の許可はいただいているんですけど、ご存知なかったですか？いきなり学校見学だなんて。目的は何？やだなぁ、そんな警戒しないでよ。純粋に興味があったんだ。名門青少音楽学院にね。そうなんです。私、他の学校のことをあまり知らないので、無理を言ってお願いしたんです。しおり、そんなこと一言も。メイファン先輩、その話は後でします。そうですか。では、ご自由に見学なさっていてください。天道さん、そんな勝手に。学校側の許可は取っているのでしょう。でしたら、私たちが拒む理由はありません。ああ、そうさせてもらう。ですが、これからこのレッスンルームは私たちが使用します。見学をなさるなら別の場所を。うわ、すごい偶然。だったら見学させてもらえない？みんなのレッスン。なんちゅう厚かましさや。お断りいたします。そうなんですか？私たちのレッスンは私たちだけのもの。舞台の幕が上がるまでお見せいたしません。そういう考え方もあるんですね。でも、ちょっとぐらいサービスして。八千代、よせ。失礼した。いえ、お気になさらず。邪魔をした。じゃ、またね。エチュードの正体？できすぎたタイミングだ。ちょうどいいですね。皆さんにシークフェルトのエーデルの力ご覧いただきましょう。ねえねえ、エーデルって？シークフェルトで最も優れた5人の舞台少女のことです。そして私たち5人全員がエーデルなんです。ふーん、相手にとって不足なしね。でもいいのかしら、レビュー前に手の内を見せて。私たち、こう見えてサービス精神は旺盛なんですよ。どんな舞台でも、誰がいてもきらめいてみせる。スターライトを守るために。愛情さん、私たちは私たちのエチュードを。ですが、ふぬけた演技をすれば。わかってるよ、天道さん。歌い歌われ、踊り踊られ、エチュードの始まりです。さあ、始めよう。行くよ、みんな。カレン、前に出すぎよ。うん。そちらも終わったようだな。こっちのエチュードは終わってるよ。清少のエチュード見せてもらった。役者に不足なし、我々の全力をもって諸君らを迎え撃つ。運命の舞台に立つのは私たちシークフェルト音楽学院だ。ではまた会おう、清少音楽学園の諸君。ではな、天道麻也。なんやの？
の？お高く泊まって雪城明、あいつ天道のこと気にしてなかった？双葉もそう思った？モテるわね、天道マヤ。であれば無下にすることはできませんね。スターライトの主役は愛情さんと神楽さんにお譲りしましたが、次のオーディション、私のきらめきのすべてをお見せします。なんだか久しぶりじゃない？そういうあんた。それは違いますよ、西条さん。ん？私だって舞台少女、日々進化中なのです。天道さんが私のセリフを？さらに磨きをかけた私の演技でオーディションに挑みましょう。私たちには取り戻さなければならないかけがえのないものがあります。そうでしょ、愛情さん。天道さん、うん、絶対になろうね、トップスターに。それでは清少音楽学園対シークフェルト音楽学院のレビュー開演です。清少音楽学園の諸君、このレビューで我々が頂点であることを証明しよう。頂点への執念、それは舞台に立つ者として誰もが持ちうるきらめきの糧ですが、時としてそれは枷ともなります。枷か、ならば我々はそれすらも引き裂いてみせる。あなたにそれほどのきらめきがあるのなら。行きますよ、愛情さん。うん、みんなスターライトを取り戻すまであと一歩だよ。さすがは清少音楽学園、天道マヤ。さあ、あとはないぞ、天道マヤ。マヤ？私は、いえ、私たちは負けません。その余裕もここまで。これで終幕だ。バーな、アキラさん。な、メイファン、よそ見をするな。まだレビューは続いている。しかし今のきらめき、彼女のこの力。愛情さん、大丈夫？天道さん。ええ、助かりました。あら、天道派にしては素直ですこと。天道もあんな顔するんだな。ほんと、天道マヤも進化してるってことね。進化か。これは私たちのオーディション、そう言ってたものね、天道マヤは。みんなで取り戻すんだもんね、スターライトを。そういうこと。うん、面白い。天道マヤ以外にもこれほどの舞台少女が。名を聞かせてもらおう。星屑あふれるステージに可憐に咲かせる愛の花、99期生愛情カレン。みんなをスターライトしちゃいます。愛情カレン、清少音楽学園の絶対的トップは天道マヤだとばかり思っていたが。嬉しいことに、ここにいる全員が共にポジションゼロを競い合う舞台少女なのです。うん、その通りだよ。もちろんいつか主役の座は奪い返しますが。まだレビューは終わってないよ。ミチル先輩、相変わらず抜け目ないですね。普通だったら今ので終わってますよ。ほら、しおり、メイファン、見とれてないで、私たちも畳みかけるよ。言われるまでもありません。は、はい。カレン、ちょっと、何よこの揺れは。舞台が震えてる。
違う、あれを見て。なんなんあれ、ふたばはん、なんなんあれ。あたしが知るか。これは一体何？レビューは中断です。そんな、緊急事態ですね。わかります。スターライトはどうなるの？答えてよ。ちょっとキリン、キリン。何が起きたの？あれはスターライトのキラメキ。スターライトのきらめき、あれが、わかる。